警報音鳴ってません？やばいっす。めっちゃ怖い。高い。やばい。やばいっす、やばいっす。こいつやばい。あかんやつや。これあかんやつやな。みんな早すぎちゃうか。うわ、めっちゃ売れてるわ。めっちゃ売れてるわ。めっちゃ売れてるわ。いや、割れたらそのまま落ちる。うわ、揺れてる揺れてるわ揺れてる揺れてるわ。大丈夫、こうしよう。本当早かった。頑張る大ちゃん。下針がれないから落ちたらすぐ追い。離せて。はいはいはい。あかん、あかん。10秒10秒いこう。はい、よはい、よーい、スタート。1、2、もう今、ようやったでしょ、ようやったでしょ。頑張った。僕ね、重度の高所恐怖症で、僕ね、下から上見上げることもできんから。マジで？そう、そっちもダメな高所。あかんの？だから、舞子公園来るでしょ、いつも。壮大でしょ、僕、怖いんですよ。空に吸い込まれてきそうになるから、そのぐらい高所恐怖症。生きていかれへん、地球で。重力が怖い。手の中入っとかなあかん。ここやな、見るとしたらな。見てください、これね。傷まみれやからな。見えるんかな。すごい。でも、うわー、めっちゃ揺れてるわ。めっちゃ揺れてる。ご飯食べに行こう。ご飯食べに行きましょうか。舞子公園にはね、この舞子会場プロムナードというね、すごくこうやってちょっとだけエンタメも楽しめるね、はい、エンタメも楽しめる、ところがあります。年に一度ね、ここの歩くところを使って淡路島まで歩いたりっていうイベントとかもね、なんか行われてるみたいなので、ぜひね、多分会場プロムナードを知らない方もね、たくさんいらっしゃると思います。もしね、まだ来たことない、上がったことがないっていう方は、ぜひぜひ舞子公園に来たらね、舞子会場プロムナードに上がっていただいてね、素晴らしい景色を眺めてみたいと思いますね。え、タルミさん、はい、これ上車通ってじゃないですか。通ってる。で、このトラックが通るときね、めっちゃ揺れるんですよ。揺れるな。めっちゃ怖い。僕だってね、風で、うち風でね、ちょっと家揺れても怖い。台風怖いですもん、だから。でも、まあ、揺れるから崩れへんわけ。赤石、そういうことですよね。赤石が見えるよ、大好きな赤石が。大好きな明石、明石、あれがパピオスのビルやね。皆さん、きっとこうなんか高いとこからこうやって見下ろしたらさ、景色ってすごくちっちゃく見えるけど、でもきっとあのちっちゃい町のどこかで誰かが頑張ってた。はーい。はーい。最後に、最後に、もうええこと語ろうとしてんのに、ええこと語ろうとしてんのに、英語と語ろうとしてぶっかけた。そう。指入る感じ。え、これ指じゃなくて、なんかこう、タルミさん、違うもん入れるんですか。動いた、見て見て。え、何が動くんですか。これ動いた、動いた。いや、あかん、あかん、動いた、あかん。何が動いた。これすごい、これすごい。え、なんすかそれ。え、あ、お前お前。これすごいよ、見たことないよ。すごい、なんか橋のなんか動いてます、皆さん。工事したから、すごい。すごい、すごい、これ。警報音鳴ってません？これ何、何しとんすか。これを見ることないで。すごい、これレアですね。ほら、もうなんか動いてます、皆さん。うわわわ、びっくりした、もうびっくりした。はい、乗ります。乗らんでしょ。乗らへん、乗るとこじゃない、乗るとこじゃない。すごい。え、これなんすか。うわ、ギャラリーめっちゃ集まってるわ。ギャラリーすごい、ギャラリー。これなんすか、どうなるんすか。めっちゃ運転してるよ。うわ、ちょっとありえへんぐらい怖いわ。めっちゃ揺れてるわ。たまに揺れてええもんな、これ。すげー。ねえ。
かなこんなん見ることないですね。それなんなんすかそれ。明日の点検用のランカーやろな。移動式の。ああ、こうみんな顔じゃ移動したとこだよね。すごいね。これすごいな。すごいすごい。まあちょっと多分なかなかレアで見れない。レアレアな。いやー、一周しましたね。一周した。怖かった。はあ。じゃあ、落ち動画。ちょっと2、3キロ痩せましたわ。動画。僕今の一周で。動画喋って。動画。動画で喋ってますよ。皆さん、こんにちは。ライブ配信じゃん、動画。あ。さあ、皆様、今日はですね、舞妓会場プロムナーデとやってきてます。明日、明後日のね、CBC クラフトビアカーニバル、残念ながら、本当心苦しいんですけれども、台風の接近に伴ってね、中止となりました。まあ、マイク公演来たのでね、ちょっとプロムナードを見ていこうということでね、今上がってきております。よかったらね、ぐるっと皆さん見ましょう。久保さん、高所恐怖症なんです。僕やばいです。結構重度の高所恐怖症で、観覧車も乗れないんですよ。で、あの、なんだ、砂浜で星を見上げることもできないです。というのも、吸い込まれていきそうな。さあ、怖い。あ、涼しいな。なんかここ前冬に来たんかな、寒かった気がします。さあ、ということでアトラクションのところ、一周してきましたので、ね、ちょっとご飯、お昼ご飯食べようかなと思います。この隙間、これ、午後半分だけ。あ、ほんますね。え、ほんまや、すごい。これ隙間ゴム張ってるだけ。やば、怖っ。多分これ伸縮する、その遊びができるから。おお、これこれ作らないと橋は作れない。それでは皆様、明日明後日本当ごめんなさい。またでも次回開催しますので、ぜひお楽しみにしてください。それではお送りしました。バイバイ。感謝して